さあ来た。うわこれはまずい。背中がこの状況、武田がこの表情ですよ。さあ佐々木が持ち込んだこの束になった蛍光灯、その瞬間を捉えたか、その瞬間を見たか。さあ行った、デスマッチ侍、狂い咲き。さあ決めろ、さよなら満塁ホームラン。おカバー行け、カバー行け。両チームの体力見ると、これ宮本佐々木がもう圧倒的有利ですね。ですよね。さあ厳しい、受けて立った勇美、そして武田であります。水をいっぱいかぶった武田、しかし勇美にはでもやはり茨城ボブワイヤー、おいったー。やはり武田、そして勇美同様に、うわー来た、狂気を使わずとも狂気を見せるのがジャンキーズ。まあもうこの試合形式はタッチ云々ではないですか。ないですよね。さあ木狂いの地盤、ああ4人が入っていくか。さあそのスイッチが入ったか。わいきなりかよ。ダイナマイトが爆発するかのようにこの蛍光灯のリング、一気に一気に紫外線の模様を呈してまいりました。あ違う、5番を誘ったのか。ギリギリのところでデスマッチのスリーカウントを引かず、パールハーバークレイジーダイブ、一気に上り詰めた回転、そのまま頂点に上り詰めれるか武田正史。宮本ヤンキー有効チャンピオンであります。作曲大覚悟、前に出てきた、いった勢い取った、狙ってましたね、狙っていました。3本持ち込みます、あれか、来た、決めてますか、決めてきますね。うわっと、さあ実況席のその目の前でジャーマンか、お、あ逆に、うわー来た、独特の落差のあるジャーマン、何だよ、すいません、ハラハラしてます。もうあこれはヤンキー抱え上げましたよ、完全にチャンピオンの行った、ヤンキードライバー、カバーいけねえ、宮本もカバーいけない。さあそしてリングインは伊藤隆二、負けられない戦い、武田正史との一騎打ち、しのぎを削る。さあこの一騎打ちどのように終わるんでありましょうか。選手よりチャンピオンベルトの返還です。武田がもう危ない、衝撃、その痛めた傷口にすり込むのは塩ではなくガラスの粒、おっと、おお、さあいった、